まずは酒 50g、 みりんですね、これも酒と同じ 50g です、はい、弱火で沸騰するまで加熱いたします。砂糖大さじ1杯入れて、はい、軽く混ぜまして、はい、濃い口醤油を 90g ですね、はい、弱火でございます、はい、沸騰するまで待ちます。ここからですね5分間煮ます、はい、あと1分ぐらい時間残ってるんですけど、はい、でもこれで火止めましょうか、はい、でこれはカボス、そして柚子、温州みかんですね。カボスはかなりこうあの酸味があるということでね、真ん中ちょっとこう、お、なるほどなるほど、入れて、あ、そうなんするんですね、絞りやすくします、はい、今切れ目を入れたので、はい、でここでこの絞り器ですね。おーおーおー、きた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 、絞り終えて、あ、58g の、はい、これね、絞り汁が、わ、すごい、輪切りですね。蜜の果汁、合計 152g の、ね、果汁の中にくずなんかいっぱいあるんですけど、これはね、後でこちらこしますので、お、なんかいい色になってると、ポン酢らしい、敵残さずね、じゃじゃーん、かつお節ですね、これだし昆布 3g、はい、ポチョーン、ポチョーン、はい、パチン、冷蔵庫で1週間です、はい、1週間、皆さん1週間置いといてください、はい、こんな感じの、こし器を使用いたします。茶こしでいいですからね。あ、はい、はい、あ、これにて、みかん煮ポン酢の完成でございます。冷蔵庫で保存すれば比較的長持ちいたしますので、湯豆腐とかしゃぶしゃぶとか、これからの季節ね、はい、鍋物などにご利用ください。お相手はよっちゃんとババテッペでした。皆様最後までご視聴ありがとうございました。我々に料理リクエストある方は再生画面下のコメント欄にどしどし書き込んでください、はい、動画面白かったらチャンネル登録といいね評価もよろしくお願いいたします、はい、それでは次回の料理動画まで、さよなら。